皆さんこんにちは。ジェックスアクアリスタブランドアンバサダーの深田です。前回この動画でお伝えした構図の決め方編に続いて、今回は実際に水草を植える植栽編をお送りしていこうと思います。そこで今回は少しでも皆さんに手軽に水草レイアウト水槽を楽しんでもらうために、二酸化炭素を添加しないで維持管理していこうと思ってますので、そのためのいくつかのポイントを交えながらこれからお送りしていこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではこれから植栽する水草をご紹介していきます。まず最初がこちらのミクロソリウムセミナローリーフですね。ミクロソリウムにはいろんな種類があるんですけど、小型水槽の場合はなるべく景観を広く見せるために葉っぱの細かいナローリーフ系は入手もしやすくてとてもおすすめです。次がこちらのボルビディスヒュディロッティ。ボルビディスは環境によっては最初に調子を崩すこともあるんですけど、とても丈夫で葉っぱが枯れても元の茎の部分が生きていれば必ず復活すると思います。次がこちらのアヌビアスナナプチです。この水草も定番の種類なんですけど、とにかく丈夫で二酸化炭素を添加しなくても成長は遅くなるんですが、枯れることなく展開してくれる水草です。次がこちらのアメリカンスプライトですね。スプライト系の水草はウォータースプライトもアメリカンスプライトもどちらも丈夫で、グッピーの水槽などにも使われることが多いですし、魚の隠れ家にもなってとても重宝します。もちろん水草レイアウト水槽にも使えますので、今回は背景に茂みを作るための後継草として使おうと思います。最後はこちらのウイローモスですね。ウイローモスは日本でも自生している水性の苔なので比較的幅広い水質に対応できますし、何より自然感を表現するには欠かせない水草ですので、どんなレイアウトにも合いますし、個人的には一番使用頻度の高い苔です。はい。今回選択したこれらの水草なんですけど、どういった基準で選んだかというと、まずは水草水槽を誰でも手軽に、そして失敗のリスクが低くやれることと、そしてお店で入手がしやすいことを基準に選んでみました。それから二酸化炭素を添加しなくても育成ができるように、水質の適用範囲が広いことと、あとは丈夫であることも選ぶ上で重要なポイントだと思います。ただしここで注意していただきたいのは、二酸化炭素を添加できるのであればぜひ添加してほしいということです。レイアウトをすでにやっている方なら知ってると思うんですけど、二酸化炭素の力は偉大ですので、添加するだけでほとんどの水草が育成可能な水質環境を作ることができますし、そして何より水草の成長スピードや活性が全然違いますので、今回はこの動画を水草水槽を始めるきっかけとしてもらって、慣れてきたら本格的に二酸化炭素を添加して思いっきりレイアウトを楽しんでもらいたいと思います。ではこれから1種類ずつ水草を植えていきます。まず最初はアヌビアスナナプチですね。こんな感じの水草ですね。でアヌビアスナナなんですけど、30センチという小さい水槽なので、ビニ帯とかテープで巻きつけるのもいいんですけど、こうやっても流木とか石の隙間に直接差し込んじゃって、要は固定さえできればいいので、こういう感じで隙間に直接植え込んじゃうような感じですかね。これで十分時間が経てば活着してくれると思います。
で、こういった感じで、石に巻きつけたものを用意しておくと、例えばこういった砂の上なんかだと、こうやって置くだけで形になるので、こういうのも用意しておくと便利ですね。これも同様に石に巻きつけてあるアヌビアス・ナナプチです。これはそうですね、奥の方、ここら辺なんかいいかもしれないですね。こんな感じかな。はい、こんな感じで、石と流木の隙間にサクサクっと突っ込んで固定するだけで、随分とこう雰囲気は出ると思うんですよね。で、この後時間が経ってしばらくすると根が発根してきて活着してくるので、その後で十分育成は可能だと思います。ボルビディスを植えていきます。ボルビディスも先ほどのこのアヌビアスと同じ活着する水草ですので、こういった石に巻いたものをそのまま置いていくだけで十分景観作れると思います。もう一つ入れますね。い、今ボルビディスを手前と奥に植えたんですけれども、このボルビディスが加わるだけで少しこう森のしっとりとしたこう印象っていうか、そういうのが演出できてくると思うんですよね。で、さらにこれからこのようなミクロソリウムも一緒に植えていきます。ミクロソリウムも、もし固定するような場所がなければ、ビニ帯とかテグスで固定してもいいんですけど、今回はこういった突っ込めるような隙間がたくさんあるので、こうやって流木や石の隙間に突っ込んでいくだけで十分固定できます。もし心配の方は、水草用の接着剤とかも今ありますので、それを使って固定することもできます。はい、これで今ボルビディスとミクロソリウムを植えてみたんですけど、随分とこう何て言うんですかね、湿ったこう鬱蒼とした森の雰囲気がこう徐々に徐々にこう出てきてると思うんですよね。で、注意してもらいたいのは、一番最初の構図の時にもお話ししたように、左サイドに重心があるので、左にどちらかといったらボリュームを持たせて植栽をして、右に行くほど、だんだんとこう、薄くなるというか、背丈が低くなるような意識で植栽していくと、バランスよく植え込むことができると思います。では次は、こちらのウイローモスを植えていこうと思います。ウイローモスなんですけど、こういったところに、例えば、巻きたいなと思った時に、テグスとか木綿の糸なんかで巻きつけるのも全然それはいいんですけど、今はこういった市販の接着剤とかもありますので、こちらを使うとすごく簡単に素早くつけることができると思います。
で、接着剤はあんまり大量につけると、接着痕が目立ったりして見栄えもあまり良くないので、本当に少量、例えばこれぐらいの、見えるかな、これぐらいの量のウイローモスをつけたいと思った場合は、そうですね、もう1滴2滴ぐらいで十分だと思います。で、接着剤をつけたこちらのウイローモスをこういった感じに自分がつけたいところにこうやって少し押さえつけるだけで十分接着することができるので、で、多少ウイローモスが湿ってても十分接着できます。で、同様に、接着剤を少しだけつけたものをこうやって順番に置いていけばいいと思うんですけど、よくウイローモスとか苔をどこにつけたらいいですかっていう質問を受けるんですけど、そうですね、一番いいのは、古い神社やお寺、そういったところでよく見かける樹齢何十年と経った大木があると思うんですよね。そこに活着してる苔なんかを参考にされるのが一番いいと思うんですけど、苔は基本的に新しいところよりも時間が経った古いところに自生しているので、そうですね、この流木でいうと新しい成長点であるこういった先よりは、どちらかといったらこういった根元の部分っていうんですかね、こういったところにウイローモスが生えていると自然に見えると思います。あとは、こういった垂直のところよりかは、こういった感じで比較的フラットな部分、こういったところにウイローモスが生えている方がより自然に演出できると思います。はい、大体こんな感じで、ウイローモスの接着は終わったんですけれども、ウイローモスが入るだけで随分とこうわびさび感というか景観に深みが増してくると思うんですよね。ですので、どんなレイアウトでも苔はもう欠かせない水草だと思っていただいて構わないので、二酸化炭素を添加しない環境でも比較的丈夫に展開してくれる水草なんで、皆さんもぜひ挑戦してみてください。では次は、こちらにあるアメリカンスプライトを植栽していこうと思います。それで背景の方に植えていくんですけど、今回はこういった水中フィルターを使いますので、植栽スペースを把握するためにあらかじめ前もって設置しておくといいと思います。それでは植えていきます。それで、重心が左側にあるというのは先ほどお話ししたと思うんですけど、なのでなるべく最初は左側の方から植栽していって、で、右側に行くに従って徐々にこういった背丈が低いものを植栽していくとバランスが取りやすいと思います。それで一番最後、右側に植栽するのはこういった一番背丈の低い小株ですね。これを一番右サイドに植えていきます。
はい、これで植栽の方は完成しましたので、これから水槽の方に水を入れていこうと思います。ではこれから水槽に水を注いでいきます。まず最初にこういった霧吹きとかで、まんべんなく水槽に霧吹きをしてあげて、化粧砂とかソイルを水槽になじませてあげると水を入れやすくなると思います。全体に霧吹きが行き渡ってしっとりするような感じでですね、でいきなりこのまま水を水槽に注いでしまうと、底床に敷いてある化粧砂とかソイルが乱れてしまうので、それを防ぐためにこのようなウールですよね、あとはビニールでもいいんですけど、こういったものを緩衝材としてあらかじめこうやって下に敷いてあげるとソイルとかが乱れるのを防ぐことができます。で、水を注ぐときにこういったカップで直接水を注いでいってもいいんですけど、これだと何回もこう水槽に水を注いでいかないといけないので時間がかかってしまう場合は、水道の蛇口から直接ホースで水を引っ張ってこれるような方はこのようなもので直接水を注いでいくとスムーズに早く水を満たすことができます。じゃあ水を入れていきますね。最初はゆっくり入れてってください。今水が入りました。見えると思うんですけど、少しずつ下の方からゆっくりと水が満たされていってるのがわかると思うんですけど、こうやってゆっくりゆっくり水を注いであげれば、せっかく作った、構図とか景観を乱さずに満たすことができます。はい。で、今直接水道の水を水槽に入れてるんですけど、水道水の中には、カルキですとか、あと重金属のようなお魚にとって有害な物質が含まれていますので、そういった場合は、こういったベストセーフ、カルキ抜きですね、こういったものも市販されているので、これを規定量入れていくといいと思います。じゃあ入れますね。このカルキ抜きを規定量水槽に入れてあげて、あともう一つ、今この段階では、バクテリアですとかそういった有機的な物質はまだ何も水槽の中に入っていない状態なので、水槽を早く立ち上げるためには、こういったベストバイオですね、このようなバクテリア剤も今は市販されていますので、これも規定量入れてあげるとそのまま水道水で水槽を立ち上げるよりかははるかに早く立ち上げることができると思います。今水槽にお水を注いでいる最中なんですけれども、これでお水が水槽の上の方までいっぱいまで満たされたら、いよいよこれでレイアウトは完成です。今後は、水槽の中に
ヒーターを入れたりですとか、あとはこちらのフィルターですね。フィルターを駆動させて維持管理に移っていきます。はい、注水の方はこれで終わりましたので、これからどういったことを意識して水草を植栽していったかということをお話ししていこうと思います。構図の時にもお話ししたんですけど、構図の形としては、このように三角のラインになっていると思うんですけど、植栽も同じように左側に背丈が高くなるようにして、右側に行くに従ってだんだんと背丈が低くなるように植栽していってるのがわかると思います。それで手前のこのアヌビアス、そして中景にある、ミクロソリウムですとかボルビディス、そして背景がアメリカンスプライトですけど、こういったようにどこでも適当に植栽するのではなくって、前景、そして中景、背景と、階層に分けて水草を植栽してあげるとより立体的に見せることができます。それで、例えばウイローモスなんかはここにあるメインの流木、ここも流木あるんですけど、こういったところにもどこでも自由にウイローモスを活着させてしまうと、背景にあるアメリカンスプライトのグリーンと流木に活着させたウイローモスのグリーンがそれぞれ被ってしまうので、流木の存在感がどんどん消えていってしまいますよね。ですからウイローモスもどこにでも活着させていいわけではなく、背景のグリーンに影響がないようなところ、こういったところを選んで植栽していってあげると全体的に水草をそれぞれ主張させて見せることができます。あとはその素材をどこを見せてどこを水草で隠すかというお話で言いますと、前景のアヌビアスの場合は、ここら辺に植栽されてますよね。あとここら辺もそうです。こういって、アヌビアスを植栽することですごくこうグリーンが手前に出てくるような印象を受けると思うんですよね。それで言うと、すべてにこうアヌビアスを植栽していってしまうと、今見えているこういった影の部分あるじゃないですか。あとここもそうですよね。こういった影もすべて覆い隠してしまうと、全体にのっぺりした印象になってしまうので、必ずアヌビアスを見せるところと、あとその影を見せるところ、交互にそれぞれポイントで分けて植栽してあげると、よりこう立体的に演出することができます。皆さんもこれから水草を植栽するにあたって、今お話ししたような内容を参考にして挑戦してみてください。これまで水草植栽編をお送りしてきたんですけど、お話ししてきたように、水草の選び方ですとか植栽するのに注意するポイントなど少し意識するだけで、どうすれば景観を自然に見せることができるのか皆さんが理解していただけたら嬉しいです。ただ漠然と自分が気に入った水草をどこでも自由に植えるのではなくって、一つ一つの水草にはそれぞれ適した環境ですとか条件、植栽する場所などありますので、それらを意識していただいて、ぜひ皆さんなりの自然景観の演出に挑戦してみてください。以上で水草植栽編は終了となります。最後までご覧いただきありがとうございました。